QK37 ブークはソビエト連邦で開発された中低高度防空ミサイルシステムである。評価の高かった 2K12 クープの後継手として計画されたもので開発はニープとビーインペルが担当した。愛称はロシア語でブナの木の意味。NATO コードネームでは SA-11 ガドフライと呼ばれる。このシステムの輸出型はガーアンプとして知られている。 ブーク防空システム。2010年の軍事展示会での模様。左から、指揮統制者 QC470M1 からに、輸送車兼用機立式レーダー装備発射機 QA310M1 からに、輸送機率発射機 QA39M1 からに。これらが相互にリンクし、探索レーダーが敵を探索し、射撃統制レーダーが敵に照準を合わせ、 指揮者が、照準や発射などを管理し、発射機が実際にミサイルを打ち上げるという、防空システムを形成している本システムは、QM38 ミサイルと、QA310M1 自走発射機によって構成されている。ミサイルは、中高度、中射程のセミアクティブレーダー誘導方式を採用しており、固体燃料、ロケットエンジンを搭載している。全民の 2K12 より、 電話への搭載数、射距離、高度、速度、誘導精度、弾頭重量のすべての面において強化されている。また、NK12 では1目標しか迎撃できなかったが、QK37 では同時に6目標を迎撃可能になった。QK37 はジェット機やヘリコプターのような機動力に富む航空機や巡航ミサイルを迎撃するために設計された。 QK37 は QS18 チューブアーム T、QS18M1 スノードリフト監視レーダーと QS470、QS470M1 ファイアードームウェイチ、アイバンド追跡迎撃レーダーを組み合わせて使用する。QS18M1 監視レーダーは、目標の高度、方位、目標からの距離などの情報を収集し、最大 85km の探知距離を持っている。 100メートルの高度で低空飛行をする目標を3 5トルの範囲内で探知でき、それよりさらに低空飛行をする目標をも10から2 0トルの範囲内で探知できる。QS470M1 はタンパルス式レーダーで3 2トル範囲以内のミサイル高度15000から22000メートル以内の航空機を追跡でき、 最大3機のミサイルを目標まで誘導する能力を持つ。また、QK37 システムは、結果的に 2K12 よりかなり強化された、イクセム能力を持っている。その他に、レーザーを利用した、光学追跡システムを追加装備することもできるが、スタンダードではない。 感染発射型である SAN-7 は 300km の探知距離を持つ MR-750、トップスティア D、E バンド監視レーダーと追跡距離 30km を持つ 3R90 フロストドームウェイチ、I バンド追跡迎撃レーダーを組み合わせて使用する。ありがとうございます。